どうもクロスロードラボです。本日はですね、ボタニストの紹介をしたいんですが、ブランドアンバサダーのジャクセンバスさんが来てます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけどボタニスト紹介してもらいたいんですが、このボタニスト、どちらで作ってるジンでしょうか。こちらがアイラ島で作ってるんですね、はい。ブルックラリーウイスキー蒸留所ではジンも作ってるので、これがブルックラリー蒸留所のものです。はい、ブルックラリー蒸留所はウイスキーの、ね、蒸留所ですよね。はい、発売いつから発売してるの。2010年ですね、初めて出したんです。はい、うん、はい。このボタニストの特徴をちょっとお願いします。はい、まずアイラ島のボタニカルを使用しているジンなんですね。22種類のアイラ島のボタニカルを使用して、そしてアイラ島じゃないのものも9種類が入っている、合計31種類のボタニカルが使用している、はい。アイラ島の風味をしているジンでございます。ここの瓶の文字がまさにそうですよね。これボタニカルが書かれているんですね。そうですね、学名ですね。いろんなボタニカルの名前が書いてあります。はい、これはアイラ島の植物だけってことですか。そうですね、その22種類のアイラ島のやつが書いてありますね。その9種類っていうのは、伝統的なよく、ジンに使われるようなっていうこと。そうですね、いわゆるオレンジピールだったりレモンピール、さすがにアイラ島にはちょっとないものなので、ただジンの味としてはすごく大事だから、その9種類の伝統的なボタニカルも使用してます。なるほど。で、22種類もこれボタニカルあるってことは、植物にこう明るい方がいらっしゃるってことですよね。そうですね、もう、専門家っていう方、ジェームズっていう人なんですけど、彼の仕事は本当に毎日アイラ島で散歩してちょっとずつ採集してもらうということなんですね。手摘みでやってるってことですね。そうですね、手作業でもう本当にハサミですごいですね。なんかね、はいはいはい、伝統的なスタイルですね。はい、まさにジェームズさんって植物学者なんですよね、ってことは。そうですね、大学で、そういう、ボタニカルとかいろいろ勉強してたんですけど、ちょうど、就職しようとしたら、その、ブルックラリー蒸留所が採集者、フォレージャーが、募集かけたので、じゃあそっちに行ってみようということになりましたですね。ボタニストってそもそも植物学者って意味なんですね。そうですね、そうですね。もともと初めて作った際にはジェームさんじゃなくて、アイラ島にたまたまにいらっしゃった、もともと教授の方々、植物学者がいて、蒸留所のスタッフと仲良かったから、ちょっと彼らからいろんなアイラ島のボタニカル植物を紹介してもらってたので、そこからボタニストっていう名前がついたんですね。はい、植物学者由来のジンでございます。これは誰がやり始めたんでしょうね。発端はジム・マッキワンさんはまだいらっしゃったですよ、ね、そうですね、はい、初めて蒸留したのは2010年ということは、そうですね、はい、ジム・マッキワンが責任者としてこのジンが生まれ始めたんですね。はい、始めたんですね。ジム・マッキワンさんというのは元の、ブルックラディのヘッドディスティラーでもありますよね、はい、マスターディスティラー、もうアイラ島の神様みたいな、はい、伝説の人って呼ばれてますけどね。はい、ですね。今は、ジム・マッキワンさんからそのヘッドディスティラーの引き継いだ方が、はい、アドム・ハネットという方なんですけど、彼も、アイラの人、アイラ生まれ、アイラ育ち、はい、ジムと一緒に10年間ぐらいそのアプレンティス、見習いとして働いてたから、ウイスキーもちろんそうなんですけど、そのジンの作り方とか、ボタニストの蒸留方法であったりとかいろいろ勉強して、ジムが2015年ですね、引退してたから、はい、2015年からアダムさんがヘルディスティラーとして作ってもらってるんですね。まだね、お若い方ですよね。そうですね、今でも37、38ぐらいですね。まだ40は超えてないと思います。でも2015って言ったら結構若い時からヘッドディスティラー。そうですね、30過ぎぐらいで、そうですよね、もうトップっていうすごいですよ、ね、プレッシャーが。もともとなんかツアーガイドやってたって見たんですよ、蒸留所の、はい、ツアーガイドからヘッドディスティラーになるってこうちょっとロマンがありますよね。ですね、本当に新卒という形 で、アイラに戻って、多分大学が本土のスコットランドの本土だったと思うんですけど、戻ったら、ブルックラリーに働きたかったと、はい、で最初は、ショップでガイドだったんですけど、すごい彼も、パッションその情熱も高かったから、ジムさんも見出して、なんかウイスキー作りに、そうそう、じゃあぜひ こういう人と一緒に働きたいみたいな、私の後任みたいなもすぐ見出したから、はい、10年間で、チームとして作ったんですね、はいはい、素晴らしいですよ ね。
The botanist story of why whiskey distillery are we making a gin? Certainly from 2001, the resurrection, the possibilities that the distillery has just for whiskey, it was almost the evolution of distilling the sense of place, because Isla Brocklady is where we are, it's everything to us, and as distillers that curiosity is really why we make the botanist here. Jim wanting to create a gin, wanting to explore the flavours of Isla, there being two botanists on the island, he went to speak with them and essentially, what have you got? What can we pick? What is available? What is going to work? We haven't changed anything about the recipe. We make the same style, make the same way. And I think there's a testament there to a lot of the skill and the knowledge of the people who are involved in putting the botanists together initially. で蒸留が結構、特徴があるということなんですけど、ポットシルですよね、使ってるのは。そうですけど、うん、いつもにあるウイスキーのやつよりロモンヌシルというもので、うんうんうん、今世界2つしかない。珍しいですよね。そうです、結構変なやつですし、はいはい、中身が割と変更しやすい、あ、改良しやすいですね。そうです、はい、うん、いろんなスピリットタイプに向いてる蒸留機なんで、はい、ただ一応はジンとしては使えるんですけど、多分ウイスキーでね、もともと使うようなポットシルですよね。そうですね、うん、はい、でちょっと見た目もそんな綺麗ではないからこそアグリベティという名前がちょっと付けられたんですけど、有名ドラマでもおなじみの、はい、ありますね、アグリベティですね、はい、アグリベティですね、はいはいはい、で、蒸留の仕方なんですけど、これはベーススピリッツって何ですかね、原料は。小麦ですね、うん、小麦のベーススピリッツ、もともとやっぱりウイスキーを作ってるだから、大麦のベースにしたかったんですけど、うん、あ、そうですね、大麦ベースにすると、うん、その味がちょっと、まあ、強すぎるから、そのボタニカルの求めてる感じの味ではなかったんですね。そうですね、だからちょうど小麦ベースに使えば、まあ、ちゃんとアイラ島のボタニカルの味だったり、うん、ジンのフレーバーがしっかり出てくるから、あ、そっか、そっちに結局ベースのフレーバーちょっと強すぎるとボタニカルが生きてこないっていうことなんですね。そうですね、あんまりちゃんとジンの味はしないって言われて、あ、まあ、うちのボタニカルのレシピの場合は、はい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 、そうですね、確かに大麦で、ジン作ってるところとかもありますもんね、うん、そうですね、あります、うん、結構最近、まあ、いろんなものもありますね、今ありますね、フランスからなんかリンゴベースとかあったり、うん、はいはいはい、何でもね、やろうと思えば、はい、うん、ベースはそうですよね。それこそ今ちょっと世界情勢的にね、小麦の高騰がもしかしたら影響があるかもしれないですね、この先ね、あるかもしれないですけど、そうですね、ちょっとどうなるか分かんないですけど、価格が上がってますからね、うん、ブルッカリはそうですね、はいはいはい。でこのボタニカルの抽出方法って結構ジンだと、いろいろあると思うんですけど、うん、ここのボタニストの場合はどういうふうに抽出してるんでしょうかね。まあ、そうですね、そのさっき伝統のボタニカルとアイラのボタニカルがあるということで分けてるんですね、うん、最初にそのベーススピリッツ、小麦のベーススピリッツに9種類の伝統ボタニカルを仕込んで、これが蒸留機のベース下のところに、はいはいはい、仕込みます。その、まあ、マセレーションという、まあ、夜間の部分ですね。そうです、浸湿させる、うん、はい、で、少しずつ温度を上げながら、あんまり蒸発はさせないんですけど、うん、10時間ぐらい浸湿させて、うん、で蒸発しようとしたら別のところに、いわゆる蒸留機のネックの間に、うん、アイラ島のその22種類のも入ってるので、はいはいはい、まあ、カゴみたいについてるやつですね。そうですね、ちょっとバスケットみたいな、はいはい、インフュージョンチェンバーっていうなんですけど、うん、そちらにアイラの風味最後に漬け込んで、で、ジンに出来上がりますね。なるほど、なるほど、はい、あ、結構長いですね。一気にこう抽出するわけじゃないんですね、はい、2ステップみたいな、うんうん、はい、そこでちゃんと本当に1回の蒸留にあたってそんなに大量にアイラの豚肉を使用してないんですよ、うん、あ、なるほど、まあ、もちろんそのアイラ島の環境には優しくしたい し,、はい、したいし、持続的にどんどん、うん、まあ、ずっとこういうような22種類のボタニカルを使用して続きたいから、本当に1回の蒸留にあたってこんぐらいの袋しかいらないんですね。バスケットボール2個分ぐらいのサイズで、そこから25万本分ぐらいのボタニストが出来上がりますので、だから、まあ、サステナブルな方向にこのジンは作れますし、別々でその2ステップで作ってる感じですね、はいはいはい。まあ、今ちょっと画像出てると思うんですけど、ベースの部分でこう漬け込んで、うん、最初抽出して、はい、その後蒸気で抽出するということですね。そうです、はい、うん、同じ、そんな、でその後冷却して、はい、スピリッツ製粉に流れるということですね、はいはいはい。でジュニパーベリーってこれアイラ島のものを使ってるんですか。ちょっとだけアイラ島は使ってるんですけど、うん、やっぱり今アイラ島に結構珍しいものなんです。 あまりないんですね。あまりないんですね、うんうんうん、昔は
結構あったらしいんですけど、言われるのはその羊2万頭が住んでる島なんで、結構ジュニパベリー食われちゃうって噂で聞いてますので、まあそんなに大量にあるわけもないから、あのまあステナブルな方向でちょっとヨーロッパ産のやつは使ってるんですけど、ちょっとシンボルとして、じゃあとりあえずちょっとだけアイラ島のジュニパも使用してるということです。じゃあ、 ジュニパーベリーはこう今育ててるみたいな感じなんですか？そう、さっきのフォレージャー、ジェームさんの、本当に彼の庭に大量にいろんな、ジュニパープラントを育ててるから、十分結構時間かかるものなんで、ちょっと遅い、育ちるがちょっと、遅いんですけど、十分育てたら、また野生に戻して、もう、自然で広げるように、ちょっと復活したい、ジュニパー復活プロジェクトみたいな感じで。あ、やってるんですね。じゃあ後々はもしかしたらこうジュニパーベリーは全てアイラ島のものを使う可能性があるんですね。100%ですね、可能性はありますね。ジェームス・ドナルドンさんですね、植物学者。今アダム・ハネットさん の身内の方も一緒にプロジェクトに参加してるんですね。そうですね、ケイト・ハネットさんというちょっと彼の、お姉さんと思うんですけど、ジェームズの手伝いとして2人で、やっぱアイラ島も大きい、まあ、ね、自然たくさんいろんな場所があるから、一人で回ると多分回りきれないので、ちょっとヘルプとしてボタネカルを採集してもらってますね。手摘みっていうところがすごいですよね。そうですね、本当に、ハードですけど、まあそこで一番おいしいなフレーバーも取れ出するし、で環境にも優しい方法なんで、それが野生のボタニカルですね、22種類。I was lucky enough to grow up in a little village, Angus, east coast of Scotland. Freedom to go roving around in the woods, falling in the rivers fairly regularly, and fascinated with wildlife, with nature, and with plant life in particular. So I studied botany at Edinburgh University, and latterly spent a lot of years working in tourism, showing people all around the Highlands and Islands of Scotland, and that ultimately led me to living on Isla. And when the job came up, forager for the botanist gin, I went with it with both hands, so living the dream. I'm James, so I'm the one responsible for gathering, preparing, and ensuring the sustainable supply of the 22 wild Isla botanicals that go to make the botanist gin. In a nutshell, there are the 22 wild Isla botanicals that are, you know, vital to the flavour of the botanist gin. I will be out picking generally from late March, whenever the gorse comes into full bloom. And then from there through until late September, early October, I've got a steady procession of different plants coming in and out of season for the very best condition, very best aroma, very best flavour. And I will be roving the hills, the woods, the coast, the moors of the island, seeking these plants out, gathering them and bringing them to make the gin. Some of them can be picked over quite a wide season, so things like apple mint, spearmint, really from when they come up in spring until they begin to die off at the end of the summer. If and when I come across them, then I'll bring some in. Others, for instance, hawthorn, it's quite a narrow window. These will be in flower, these will be at their best, so I have to be very focused, make sure I get them at that time. One of the challenges that I have is the climate. Isla and the west of Scotland in general, stunning as it is often not the driest place in the world. And it really is very important, not only that I'm bringing the botanicals in when they're at their very best, as far as the condition they're in, the time of year, to maximise the flavour, the aroma, but equally to bring them in dry. You know, I would be concerned to bring anything in a bit damp. Things like the mints, the birch, that then ran the chance of spoiling before it had a chance to dry. We'd be losing the quality, the flavour, and also sacrificing a lot of time put into picking it. From the very beginning, sustainability was at the heart of the recipe. It was at the heart of plans for the botanist. So my predecessors, Richard and Mavis Gulliver, they were adamant nothing was going to be used that was rare, that was unique, that was particularly localised or threatened on the island. But obviously you're trying to take a little from a lot of places for most of these things. You don't want to have one area you're returning to and hammering every year. You're always keeping an eye from year to year on how different areas are doing. It's quite a nice experience when I will be digging one of the bags out that I have produced
You know, this is really the result of a year, a season's worth of work. And then there will be a handover to Adam, the head distiller. I don't know, you're a bit like a proud father in some way. He in turn will then go and carry out the actual distillation and produce the spirit itself.大体これ価格帯的にはどれぐらいでしょうか。4400円ですね。4400円、はい、だからあのジンの中でいうとスーパープレミアムジンのカテゴリーには入ってます。3000から5000の間ですとスーパープレミアムジンと。スーパープレミアムジン、はい、スーパープレミアムジンっていうジャンルの中では相当売れてるみたいですね。そうですね、世界4番で売れてる。4番、はい、あの結構、まあ、最近話題になってます、ね、じゃあ世界中で販売されてるってことですか。そうです、はい、うん、あの別に日本とかアイラ島だけじゃなく、はい、世界的には販売されてる。ちょうど今年 の, あの、うん、アメフトのスーパーボールがあるんじゃないですか、うん、はい、そのスーパーボールの CM でもボタニストは出しました。そうですか、はい、だからアメリカには結構人気ものですね。はい、スーパーボールったらもうね、はい、アメリカではね、はい、すごいですね。大きいっす、これ200ミリも出てませんか。出てますね、はい、ちょっと目にちょうど、まあ、このブランドもアウトドア向けですし、うん、まあ、あの野生から生まれてるもんだから、はい、ちょうど200ミリとかキャンプとか、はいはい、ハイキングでも、ね、ちょっと簡単に持っていける。いや、またちょっと瓶が可愛いからいいですよ ね。200ミリのもいいですもん ね。いいですね。他の容量っていうのは出てないミニ50ミリもあるんですけど、ちょっと売れてるものも販売してないですね。たまにあの、はい、プレゼントとかで。じゃあ日本で販売されてるのは700と、200ミリです。はい、そうです、うん。200ミリはいくらなのかな。1500円ですね。1400円ぐらい、うん、そうですね、1500円、まあ、あの概要欄にねリンク貼っておきます、はいはい、あ、ありがとうございます、はい、そして飲み方どうなんですかね、うん、まあそうですね、うん、皆さん、うん、どういう飲み方するか、まあ、やっぱりジンといえばジントニックが有名ですけれども、はい、なんでもともとジントニックというのはちょっと、うん、あのまあ、ジンによってそのちょっと甘みを足すとか、うん、このジンはすごいソーダ、ジンもすでに甘いなので、はいはい、ソーダ割りも甘いです、あのうまいし、うん、でもなんかロックでもストレートでも、はい、この46度アルジンなので、うん、ちょっと度数高いから、はいはいはい、そうですね、ちょっとストレートでもロックで飲めば、まあ、あの希釈とかその水っぽくはならないし、あとは、まあ、マーティーニとかね、有名なジンマーティーニとかは、うん、相性がいいですし、いろんな飲み方もあるんですけど、ちょっと一回飲んでみましょうか。あ、いいですね、はい、お願いします。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、あ、こっちでついてるね。結構こう最近は知名度が上がったんじゃないかなと思うんですが、うん、どうでしょうかね。そうですね、まあ、最近ジン全体的には結構ブームになってるんじゃないですかね。そうですね。でこの中に、まあ、ウイスキー好きな方もやっぱりブルックラリーのことも知ってるし、うん、ブルックラリーが作ってるものだからちょっと、はいはいはい、トライしていただいてる方も多いと。結構スーッとしたこのミント感というか、うん、柑橘感と香り結構甘いですよね。甘いですね、うん、そしてまあその22種類のボタニカルのうちミント3種類ぐらいちょっとフレッシュな感じ、うんうん、そしてまあレモンミントって特にあのまあ柑橘感もフレッシュなミントかも出るので、うん、はいはい、このまあジンソーダとかジントニックに作るとしても別にライムと普段ライムとかレモン絞るんじゃないですか、はい、でもすでにこの柑橘感もあるからなんかフルーツなしでも全然美味しく飲めますね。いただきます。いただきます。うん、甘さ相当ありますよね、うん、やっぱりストレートで、ね、飲むと甘さが際立つので、うんうん、意外とこれだけでもいけちゃいますよね。そうですね、うん、なかなかストレートで飲めるジンがちょっと少ないと思うんですけど、うん、やっぱり多分ウイスキーのノウハウとかもあるからこそブルックラリーはこういう美味しくストレートでも美味しく飲んでるジンですね。割とこうジンそのまま飲むとアルコール感の方がこうガツンときちゃうものが多いと思うんですけど、もう一番最初にこう口当たりが甘いし、甘いですね、余韻はちょっと柑橘感とスッとしたね、うん、爽快さもありますし、はい、これはチビチビ、まあ何回も飲んでますけどねもちろんねチビチビいけますよ ね、うん、余韻もちゃんと、ね、長く続きますし。そうです ね、あのそのあとまあ46度からこそあのちょっとオイリーな粘性もあるんですね。ああ、その、うん、だからそのまろやかさが、まろやかさがありますし、うん、ありますね、水っぽくないし。ちょっとジンソーダで一回飲むかな、はい、次はジンソーダで、ジンソーダで、は
はい、次はね、ソーダ割り、いただきます。結構ボディがしっかりした感じがソーダ割りでも感じますよね、うんうん、そうですね、うん、あの少ないし、でもまあすっきりするんですね、うんうんうん、結構リフレッシングな、ジンソーダにはなってますね。そうですね、柑橘感とかもそこまで強くドーンと出る感じじゃなくて、うん、こう余韻に爽やかに残るみたいなミント感とかも、はい、だからまあこれ食事と一緒にはめちゃくちゃ合いますね。そうですね、うん、結構あの、まあ、ちょっと油系のものだったりとか、こう、はいはいはい、飲み物がライトなんで、ちょっと、うん、まあ、多分よ焼き鳥とか唐揚げとか相性が良さそうだなって、うん、いいですね、かといってこう味気ないってわけじゃなくて、はい、しっかりこうほのかに香ってくるんで、うん、普通のジンだとこう味気なくなっちゃってね、うん、ちょっとこう水っぽくなっちゃったりとか、ソーダ割りだと。そうですね、そうですね、うん、やっぱトニックで 甘さ足せないとちょっと、ね、うんうん、少ないんですけど、ボタニストの場合は本当にソーダ、結構人によって、まあ、トニックよりソーダの方が全然好きとか、うん、それこそその間のソニック割とかのソーダパストニックとかでもいけるんですけど、まあ、ソーダ割美味しいですね。ジンはいろんなこうバリエーションで、ね、あのカクテル作れるので、うん、まあ、ちょっと、ね、何かを足すだけでも全然こう味が変わりますし、ね、そうですね、うん、これうまい。うまいですね。うちの店だとこうソーダ割りも多いですし、水割りも割と多いんですよね、うん、だから最近はこうクラフトジンが、流行ってきてるんで、うんうんうん、このジンそれぞれの味を感じたい方が増えてきたかなって思います。最近は確かに最近のジン本当に、まあ、美味しく飲めるっていう、ただ何かと割るわけでもなく、うんうん、そのままで飲んでほしいから、まあ、はいはい、ソーダ割りだったり水割りだったりでも結構美味しく飲めると思いますので、うん、ジンのブームになってるですね、うんうん、だからなんかこのジンが流行ることによって、またこうあんまり昔から伝統的なカクテルで昔からあるようなものがまた見直されてきてね、こうジンを使って何か作るって自宅でやってる方もなんか今 SNS 見るとたまに見ますね。そうですね、うん、あのまあ、本当にこうやってソーダ割りだけでもあの、まあ、マーティーニとか、はい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 、いろんなチャレンジは、見てますね、うんうん、はい、でやっぱりプレミアムジン買うとね、とりあえずあの味わいを見てほしいから、ストレートでね一回味見してもらいたいなとは個人的には思いますね、うん、ちょっとこうそのままできついって方はちょっと加水するだけでも相当飲みやすくなると思いますし、うん、そうですね、いやこの一回甘みと、柑橘感と、スッとするねこの爽快さを感じてほしいなとは思うんですけど、うん、はい、ストレートでいきなり飲むって抵抗ある方は結構いますからねどうしてもね。そうですね、うん、はい、あとはあの、まあ、アイラ、やっぱアイボタニスト気になる方、うん、多分アイラ好きな方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの最近の飲み方の、まあ、アイラジントニックもしくはアイラジンソーダ、はいはい、こうやって、まあ、まずジンソーダジントニックを作って、上にちょっとだけポートシャーロットだったり何かのスモーキーウイスキーでちょっとフロートかけて、はい、一口目はちょっとアイラっぽいなスモーキーさもありながら、まあ、そこでジンでアイラとも感じてもらうという、ワンティースプーンを入れるわけですね。ワンティースプーンぐらいで、はい、すごい面白い飲み方だなと。ちょっとやってみましょうか、はい、ポートシャーロットポートシャーロットはちなみにどういうウイスキーですか？これがもうブルックリー蒸留所のヘビーピートタイプのウイスキーですね。あの、まあ、40ppm というような、はい、スモーキーさがあるんですけど、うん、まあ、俗に言う癖の強いシングルモルト、ね、はい、簡単に言うとそうですね、はいはい、ただちょっと甘いスモーキーさがあるんですね、うん、あの陽動っぽいというよりちょっとバーベキューのようなスモーキーさがあるんで、陽動っていうのはちょっと薬品っぽいっていう感じですね、うん、はい、うん、いただきます。あ、もうこのちょっと垂らしただけで香りがねすごいスモーキーでも垂らすぐらいだからそこまでこうガツンとくるわけではないのがいいですね。ほのかにこうスモーキーさがあって、うん、燻製のようなね、うん、まさに。いただきます。まだそのジンも楽しんでもらいたいからね、うん、はい、あ、合いますね。合いますね、うん、まあ、マスカーその両方ともブルックリー蒸留所から出てるものなので、うん、多分まあそこで自然な相性もありますけれど、これ割とあのウイスキーちょっと苦手な方でもいけるんじゃないかなって思っちゃうぐらいのこの馴染み方というか、割とこのボタニストが負けてないというか、まあワンティースプーンですから、うん、そうですね、あれですけど、アクが強いからこう全部食っちゃうかなと思ったらそうでもないですよね。そうじゃないですね。意外と親和性がすごいあってうまいです。これ今日のおすすめとしましょうかこれはアイラジンソーダかな、今回はアイラジンソーダで、はいはい、皆さんもねぜひお試しください、はいはい、それではですね本日は終わりたいと思うんですが、
まあ、200ミリボトルも出てますし、試しやすいんじゃないかなと思いますし、まあ、結構あの飲食店で、ね、扱ってるとこも多いですか？はい、結構最近いろんなところに、はい、別にウイスキー、あ、そのバーだけじゃなく、うん、レストランだったりとか食事と一緒に相性がいいからこそ、はい、いろんなところで楽しめるし、あと、まあ、いろんなカクテルにも相性がいいジンなので、うん、ぜひ皆さん多分その自分の中にも好きな飲み方は探せるんじゃないかと思いますね、はいはい、やっぱりこのアレンジが、どんな感じでもできるっていうところがジンの、ね、魅力でもありますし、うん、しかもあのそのままでもいけちゃうっていうこのね、こだわりの味わい、はいはいはい、皆さんもぜひ楽しんでください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボとジャック・チェンバーズでした。バイバイ。バイバイ。